バイオリン弾いた時は、うん、なんか音出なくて、どうやったらバイオリンは音が出せるんだろうと思ったぐらいです。バイオリンは科学です。ですよね。はい、科学です。引力をまず使います。あ、すげえ、バロックチューンみたいな。バロックチューンです。下がったやつ。モール弾いてもつまんないんですよ。そう、明るい音がある楽器でモール弾いた方が楽しい。楽しい、うん、楽しいというか物悲しくなる、うん、綺麗。ありがとうございます。すごい鳴る。ともちゃん、カメラ変わろうよ。今画角がどうのこうの。いや僕が弾く、弾くとさ、やっぱり良くないんじゃない。僕が弾くとこうやって手ごめんにされてるってよく言うよね。実はね、言ってるのはあの人なんです。ね、ネタバレすると、もう本当ひどいと思いません？なんかね、バイオリンがかわいそうとか言うんですよ。まあでもね、小6までしか弾いてないから、バイオリンは。中学生からもビオラだったんです。違います。ブラバンだったんです。ブラバンずっとやってて、で高校1年生からまたなんかバイオリンに戻ろうかなと思って、それからビオラにしようと。ビオラだったんですよ。優等生じゃないんですよ。それよりももうちょっと華やかな感じがして、はい、めちゃいい楽器ですよ。ありがとうございます。すっげー弾きやすい。この楽器ただね、ビオラ弾いてるからね、ますます手ごめにしてる感じがある。すいません。ちょっと小さいんですよ。今なんか僕ちょっとチクッとディスりましたね。皆さんぽ。いや、これめっちゃ鳴るわ。これバイオリンでもデルゼスモデルのちょっと小さいやつなんで、はい、いわゆるあのストラディバイのモデルもちょっと小さいんですよ。なるほど、うん、だから多分あの高音域とかあのコンパクトな感じで。いやでもめっちゃパワーありますね。ちょっと一瞬手ごめにしていいですか。いや、もうどうぞ。もはい、328とか。だから違和感ないんですね。違和感はないです、うん、まあちょっと小さい目なんで、それをどうしたらあの負けないような音になるか、うんうん、あるいはその違和感を感じないようになるかなっていうのは、これ作った時のテーマだったというか。いや、めっちゃ響きますよ。これ取れないでしょ。そうですね、すごく安定感高いですよね。絶対取れないんですよ、うん、ちゃんと、あのグリップしてくれる。そう、ね、これよく考えたでしょ。これ2箇所で、5箇所で、まあ単純計算 2×5 でいけるというね。箇所選べるんですね。そうなんですよ。
柔らかくて品がいい。生徒さんも上手い下手とかじゃなくてっていう、なんかその魅力とかなんかそういうものがあるっていうのってすごくよくわかります、それは。みなさんぽ、素朴な質問です、はい、スクロールの大きさとかって、はい、制作図面をそのまま真似てやったりする場合と、はい、ちょっと自分でいやもうちょっとこう大きくしたい、したいなとか、なんかそういうことってあったりするんですか？ありますね。ああ、実際にそう変えたりする、変えたりするときは例えば実際作ってみたらちょっと重いとか、その時にはちょっとそれを外れて軽くするのに削ったりとか、ちょっと一回違えばいいかなと思った。あのやっぱりこの辺とこのチーク、この頬のあたりですね、このあたりとの加工 その線がつながるとかつながらないとかで、あの修正を加えていって、まあ最終的に変えたりとか。なるほど、昔からね、なんかこうこう見てね、なんかうちのオケの先輩とかの楽器が詳しい人だったらこう見てね、あうまいねとかなんか言うんだけど、僕全然わかんなくてへーとかなんか言いながら、でもなんかかっこいいやつはもうやっぱ綺麗ですよね。そうですね、うん、かっこいいなと思ったらお前わかってるなみたいな感じ、いやわかりませんってわかりませんけどかっこいいねっていう僕感覚があったからね。やっぱ腕ってやっぱ出るんですか？腕と、なんかイメージ。そうですね、イメージですよね。多分唯一バイオリンの中で、うん、一番立体的な構造を要求されると思うんですよ、うん、ちょっと彫刻的な、彫刻なんですよね、あれですよ ね、 ね、やっぱりこれがどういうその、うん、なんか表情を見せるとか、うん、ラインというか渦巻きとかが出るかっていうのは、やっぱりその人のなんかすごくキャラクターの立つところだと思うんですね。やっぱりその人のなんか好みとか造形が出てくるところで、この F の字だったりとか、このコーナーのところの輪郭だったりとかっていうところが出てくるので、なんか僕らも結構他の人作るのを見ると、はい、あどういう風にやってるかなとか、うんうん、この感じですよね、はいはい、木工の感じだとか雰囲気の作り方とかっていうのを、F字のね、切り方っていうのね、たまにこれ昆虫入んねえじゃんっていうやつはたまにあるじゃないですか。ありますね、ありますね。あれってどういう意図で作ってたんですかね。その時はもう最近は、はい、これ作った人は細い昆虫を入れるのでこれ作ったんじゃないかとかね。ああ、なるほど。あえて、あえてそれを考えて試してみてやってとかって思う。なるほど、俺の楽器には太い昆虫は入れさせないぜって、でもだあの 図面通りにやって、はい、なんか昆虫入んない時もあったじゃん。あ、そうなんですか。最終的にやってみたらあれちょっときついよっていう時には広げたりとかね。なるほどね、しますけどね。いやでもこれめちゃくちゃ鍋だよこれいや、うちに連れて帰りたいよ。いいな、勉強になるな今日は。すいません、なんかいっぱい。ありがとうございます。また遊びに行きます。ぜひ聞けるね、本当に見たいですね。今度あの工房でシャリシャリってこう削ってるの見に来ますので、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。いやちょっとこれ最後にこうやって篠崎バイオリン工房さんからお伝えいたしました、久しぶりの二の散歩でした。いつ今度はアップするか分かりませんが、またよろしくお願いします。では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。